赤沢公平は、日本の実業家。旧、徳島藩士。元自治大臣、赤沢正道の父。衆議院議員、赤沢良生は彦。徳島県出身。元府を左大といい通称も、与えを治む、青彦と合子感覚に精通造形、浅くない。公平は、その次男。明治12年8月、16歳の時距離を去り、東京に出て、 同年10月電信局正規所に入り書務に従事し、かねて物品の水筒を司り、職工を監督する。片タ芝区修正館において、英語感学を研修。同14年事故により辞職。発明家初代、田中久しえに併せられ電気機の発明模造に関係する。同15年工作局に入り同局が廃止されると、残務整理の任にあたり、 終局まで全うする。同16年鉄道局新橋会計課に入り、会計検査を担任する。同年本局に転勤鉄道長官の秘書役となり、次来15年間鉄道本局に在勤し所務監査、鉄道会議係を兼ね担任す。同30年その職を辞し日本鉄道会社に職を、法事会社の主事となり、岩越鉄道会社の食卓を受け主席事務員に、 挙げられしょ会計いけ等の用具を当手のひらしたが、同三十一年事故により、日本鉄道会社の主事並びに、岩越鉄道会社の食卓を実施土木受けを異事業に従う。同三十二年参院再線鉄道の機構着手、されるに及び放棄を名護町に来て、今日構える。公平は、邸内に作った、旧道場で毎朝斎弓を引いたと言われる。 鳥取、島根官民小増録によれば公平は、今や山陰における土木受け負い者の重鎮として、声持ちを博する兄にたまなんじならんやという。昭和11年7月に、米子市朝日町通りで、読み世市を開いて景気を盛り上げようという計画があった。この読み世市を計画したのは、西倉吉町の朝日町通りの建設業、赤沢公平だった。 昭和初年からの不況が長引くので商店街に活気を呼び戻そうと夜店を出すことを思い立ったという。しかし、満州事変以来大陸戦線が広がり、戦時下夜店手はいかがなものかということで陳情は預かりとなり、実現せず今は幻の夜店手となった。国税営業税納入者名と対象して、検討すべき資料として、軍税一般から、 三積森所得額3000円以上の人々の名を掲げておく大正4年である。大正5年間の恩苗八軍一覧によって国税20円以上の納税者を見ると米子駅前通りと考えられる常日村では ABC、鳥取、島根官民小増録には33年山陰鉄道、 飛行セラルルに及び米子町に霧を、釜井いひいちんぜに至るとある ABCD、米子商業史230ページ、ABCDEFGHI、島根鳥取名史列伝 139ABC、島根鳥取名史列伝140、勝田が、他の人物史、392ページ、米子商業史231ページ AB、米子商業史165ページ、駅遊園編。 音名八軍軍勢、一般45ページでは、円武優遇まである。元米割代表取締役、内田康秀の父、米子商業百499から500ページ。ありがとうございます。